はい、どうも皆さんこんばんは、 N ボーイでございます。はい、本日の話題ね、ズバリオールトゥゲザーはなぜ失敗したのかについてのお話をねしていきたいと思います。はい、まああんまりね、あの明るい話題ではないんですけど、まあこれはやっぱ話さざるを得ないんでね、ちょっとまたね、あのスライドショーをご用意してお話ねしていきたいと思います。はい、まあオールトゥゲザー、6.15 北海道ですね、あの全日本プロレスとか、ノアとかね、新日本プロレスとか、まあ DDT とかね、スターダムとか、そういう団体が、まあ集まって、お祭り興行的な興行をしましょうよと、オールトゥゲザーっていう非常にまあ豪華な興行、なわけではあるんですけど、まあ今回ズバリですね、このオールトゥゲザー見事に、失敗をしたわけではあるんですよ。まあどうしてね失敗と言えるのか、なぜ失敗したのか、今回はね、この点について話していこうと思いますので、ぜひね最後までご覧ください。はい、でまずね、なぜオールトゥゲザー失敗と言えるのか、これはもう一重にですね、悲しすぎる観客動員数でございます。はい、今回 6.15 北海道のオールトゥゲザー、観客動員数2156人でございます。この北海北エールっていう会場は、パンパンで8000人ぐらい入る会場なんで、まあ4分の1ぐらいですよね。あまりにもちょっと少ない。まあパンパンに入れないにしても多分4000とか5000はさすがに入ると思うんで、まあほんと半分ぐらい、半分以下ぐらいの、もう観客動員数かなっていうふうに思いますね。はい、うん。で、これは新日本プロレスとか、まあ全日本プロレスとか、ノアとかね、DDT とか大日本プロレスとか、スターダムとかね、6団体が参加している非常に豪華な大会なはずなのに、この2156人しか入っていないと。しかも 6.15 って、これ土曜日なんで別に曜日が悪いってわけでもないんですよ。普通に休日の、北海北エールで開いてもこれしか入んなかったっていうことがまず、もう悲しすぎる観客動員数であると。で、今年の2月にですね、新日本プロレスっていうのも同じ会場北海北エールで、2連戦をね、開催しているんですけど、その時が初日が3231人、2日目が、5555人のね、観客動員数誇ってるので、もう正直新日本の単独興行の方が、お客さん入ってるんですよ。で、まあ、そこちなみに言うと、今日ね行われました新日本また北海北エールで、単独開催したんですけど、まあ、正直そんなにいいカードではなかったんですけど、それでも、2300何人ぐらい入ってたんで、まあ、オールトゥゲザーよりもやっぱ入ってるんですよね。こんなにあのたくさんね豪華な団体集めて、オールトゥゲザーっていうお祭り興行やりましょうってやってんのにこれしか入ってないっていうのは明らかに正直、まあ、失敗としか言わざるを得ない現実がまずここにあるかなっていうふうに思います。はい、じゃあ一体ね、どうして失敗したのかと、なんでこんなにお客さんが集まんなかったのかってことなんですけど、まあこれいろんな理由が本当に考えられるんですけど、まずまあ僕が思うのが、まず圧倒的にカードが弱いと。これやっぱこれ一重に本当に、尽きると思います。まあなんでお客さんが、その会場に足を運んで、わざわざね、高いチケット買って、まあその、電車賃とかね、まあ車のお金、ガソリン代とかいろいろお金を使って、カードを見に来るのかっていう、つまりこれは見たいカードがあるから見に行くんですよ。つまり、観客動員数が少ないとか、つまり見たいカードがないから、まあ別に今回見なくていいか、もちろんそれが一番の理由だと、思うんですよ。確かに最近はそのペーパービューとかね、ネットを使って別に会場行かなくても、家の画面で見れるんで、わざわざ行く必要ないって意見も確かにあるんですけど、それも確かにあるんですけど、まあそれでもやっぱ見に行く方は見ますし、まあ他の興行とね、比べてもお客さんが入ってないんで、まあやっぱ圧倒的にカードが弱いっていうのが、一つの原因だと思います。これは本当に。うん。で、あと、メインカードのやるタイミングがちょっと悪かったと。これどういうことかっていうと、まあやっぱメインカード一番重要なカードで、今回のメインカードっていうのが、内藤哲也選手 VS、ジェイク・リー選手だったんですよ。このカード自体は僕すごくいいなと思ってて、あのカードとしてもかなり強いなと思ってたんですけど、ただこのやるタイミングが非常に良くなくて、その内藤選手っていうのが、そのフォービルンドアっていうね、禁断の扉に、新日本プロレスと AEW の合同興行の扉、あの大会があるんですけど、そこでまあ現役の、IWGP の世界ヘビー級チャンピオンのジョン・モクスリー選手に挑戦するっていうのが、もう決定してるんですよね。じゃあこのタイミングで内藤選手がもう次フォービデンドアで、モクスリー選手相手にやるのに、このタイミングで負けたら説得力がやっぱなくなってしまうんで、まあジェイク選手の負けがちょっとあまりにも、読みやすすぎると。で、実際やっぱジェイク・リー選手負けて内藤選手が勝利したんで、まあこのメインカードの勝敗が非常に、読みやすくなってしまったので、このやるタイミングっていうのも非常に良くなかったかなっていうふうに思います。はい、まあこれはしょうがない部分もあるんですけど、ちょっとまあそのタイミングがね、悪かったですね。
で、あと、ほとんどが、まあ、新日本プロレスノアってことなんですけど、まあ、さっきね、6団体がね、こんな6団体が、出るってこと言いましたけど、これ実質でもほとんどが、新日本プロレスと、ノアの選手で固められてて、まあ、新日本とノアの興行に他の団体の選手がなんか2人か1人ぐらい、ゲスト参戦しているって感覚が、一番近いかなっていうふうに思うんですよ。なんか、オールトゥゲザー、確かにオールトゥゲザーではあるんだけど、ほとんど新日本とノアのなんか合同興行みたいな、感じになってるんで、でその他のファンたちが見るまでの、カードというものを提供することができなかったと。で、新日本プロレスファンもノアファンも正直そんなに結構中途半端なカードが多かったんで、別にわざわざオールトゥゲザーじゃなくてこれだったら自分たちの団体の、興行を見に行った方がいいわ、そっちの方が魅力的だわっていう風になって、なんか結構全てにおいて中途半端に終わってしまったなっていう印象が、僕は結構ありましたね。はい。まあ、あと他にもいろいろあるんですけど、例えば、まあ、最近絡みすぎてそもそも特別感が薄いってことなんですけど、まあ、もちろんオールチゲザーっていうのはもちろんその普段全然絡まないような他団体のあの選手とあの選手が実際対戦したらどうなるかな、あの選手とあの選手と戦ったらどっちが強いんだろうっていう、そういうプロレスファンであれば誰もが思うような、まあ、夢をね、現実にしてくれる場所こそがこのオールチゲザーって場所だと思ってるんですけど、まあ、そもそも最近新日本プロレスのノアって結構絡んでるんですよね。あのベストオブザスーパージュニアにノアの早田選手とかね、忍者マック選手出たりとか、逆にまあノアの方にはゲイブリエルキッド選手出たりとか、まあ内藤選手が参戦したりとか、普通に最近新日本とノアが結構比較的盛んに交流が行われているんで、なんかオールチェグザーって言われても正直そこまでの特別感っていうのがないんですよね。まあ内藤選手とジェイクリー選手に関しては確かにシングルマッチは初でしたけど、まあその前に何回かタッグで触れ合ってるんで、そんな特別感もないですし、なんか別にそんなわざわざオールトゥゲザーって言ってるけど、別にわざわざ見る必要もないしな、なんかそんな別に豪華な感じもしないし、いっかっていう感覚が、あると。はい。でしかもこのオールトゥゲザーの問題としてタイトルマッチは組めないっていうのもありまして、やっぱ見たいのは、結局我々が見たいっていうのは互いの団体のベルトをかけた、その要はもう絶対負けらんねえよっていう、まあ、そのヒリヒリした感じの試合っていうのが、見たいと思うんですよ。でもオールトゥゲザーでそういうことしてしまったら何が出るかっていうと、団体の力関係っていうのが露骨にやっぱ出るんですよね。例えばじゃあ新日本プロレスと、全日本プロレスの選手が対戦しますと、じゃあベルトかけて IWGP のベルトかけてやりますとってなった時に、正直新日本プロレスの選手が負けるわけがないんですよ。これ団体の力関係に差がありすぎて、その新日本プロレスのベルトが他団体に流出する可能性っていうのがもう限りなくゼロに近いんで、やっても別に正直結果見えてるし、やる必要ありますかっていう感じに、なってしまいがちなんですよ。 だからといってじゃあスペシャルシングルマッチで固めればいいかってわけでもなくて、なんか結局ベルトかかってないから緊張感ねえわっていう感じになってしまうんで、まあ、ここ正直かなりジレンマっていうのが、あるかなっていうふうに思いますね。はい。そもそもタイトルマッチが組めないし、タイトルマッチを組んでも結果が見えすぎてるからあまり面白くないっていう、そういうがんじがらめ状態に、陥ってると思います。はい。じゃあ一体ね、オールトゥゲザーどうしたらいいんですかということなんですけど、これ僕が思うに、禁断の扉、フォービデンドアを参考にするのが、いいと思います。まあ、その AEW と、まあ、新日本プロレスの合同興行も一種のオールトゥゲザー的なものがあると思うんですけど、このフォービデンドアに関しては今3回ぐらいやって、2回やって今度3回目やるんですけど、まあ、全部やっぱ成功してるんですよね。非常に評価もいいし、まあ、毎度毎度いい感じの観客動員数も、誇っていると。これどうしてかっていうと、こちらのフォービデンドアっていうのは本当に、出し惜しみなしのガチ興行なんですよ。要はそのフォービドゥンドアとかオールチュゲザーだから、なんか単体の団体があるし、なんか遠慮しようとかそういうのが一切なくて、お互いの団体のタイトルマッチもちろんバンバンやるし、団体トップ同士のシングルマッチも本当にガンガン組んでいくんですよね。棚橋博士選手 VS、ジョン・モクスリー選手とか、ウィル・オスプレイ選手 VS オレンジ・キャシディ選手とか、まあ、ザック・セイバージュニア選手 VS、オレンジ・キャシディ選手とか、まあ、岡田和彦選手 VS、ブライアン・ダニエルソン選手とか、そういう風にもう団体トップ同士のシングルマッチっていうのを遠慮せずにガン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 組んでいくんですよ。だから本当にお祭り感よりもやっぱ対抗戦感っていうのが、強いんですよね。でしかもこのフォービデンドアに関しては、開催する頻度が年に1回なんで、まあ、そこまでマンネリにならないと、まあ、1年間通して温めておいて1年に1回ドーンって放出するって感じなんで、まあ、非常にこうやっぱり団体の興行、一興行
業として見ても非常に綺麗にまとまってますし、ちゃんと緊張感もあるし、お互いの最高峰のベルトもかけるし、まあやっぱ団体トップ同士のシングルマッチも見れるってことで、やっぱ非常にお得感が、あるんですよね。やっぱそういうところが非常にオールトゥゲザーっていうのは、まあ成功してる要因かなっていうふうに思うんで、まあそのごめんなさい、オールトゥゲザー、フォービデンドアね、だからオールトゥゲザーも、そういう要素をやっぱ取り入れる必要が、あるのかなっていうふうに思うんですよ。まあ、というふうにね、いろいろ話してきたんですけど、まあ、やっぱ僕が思うに一番の問題点ってやっぱ圧倒的にカードが弱い。ここに本当に、尽きるかなっていうふうに思います。やっぱカードさえ良ければお客さんって絶対入るんで、ちょっとやっぱカードが弱すぎるなと。まあ、タックマッチ多いのもそうなんですけど、魅力的なカードが全然組めてないっていうのが一番の、問題かなっていうふうに思います。それは、決してその出し惜しみしてるのかちょっとわかんないんですけど、正直もうちょっとちゃんと、綺麗にカード組んでもいいと思うんですよね。それこそ全日本プロレスとか参戦するんであれば、宮原健人選手 VS、まあ何ですかね、例えばまあ内藤哲也選手とかでもいいし、慶応選手 VS、まあ高木慎吾選手とかでもいいですし、そういう本当団体トップ同士のこの2人が戦ったらどっちが勝つか分かんねえなっていうカードをちゃんと組めば、お客さんってでももっとちゃんと入ると思うんで、そこはもうオールトゥゲザーやるんであれば、まあお祭り感ももちろん大事なんですけど、やっぱりね、そういう対抗戦的なヒリヒリした感じ、どっちが勝つか分かんねえ、この選手とこの選手どっちが強いんだっていう、そういうのをやっぱ見たいファンの方が多いと思うんで、やっぱそういうカードを中心に組んでいくのが僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからそのノアと、新日本の合同興行の時の混合 VS ロスインゴって試合があったんですけど、あれは結構僕いいなと思いました。やっぱその対抗戦感ヒリヒリ感もありましたし、あとやっぱ武藤選手引退興行の清宮 VS 岡田和親もあれもやっぱ非常に良かったですね。あれは本当に近年稀に見る一番いいタイミングというかストーリーってわけでもないんですけど、本当にガチで二人ともなんか憎み合ってるというか、本当にお互いがお互いのことをけなしてる感じのものがあって、この試合一体どうなっちまうんだっていうような空気感ありましたし、あとあの時もやっぱシングルマッチとして、当時の現役のチャンピオン、ジュニアのチャンピオンだった高橋宏夢選手と天草選手のジュニア頂上一騎打ちとかもありましたし、やっぱあと内藤選手と武藤選手の一騎打ちもありましたし、武藤選手引退興行のカードの組み方は僕非常にうまいなと思ってたんで、やっぱそういうカードを今後もどんどん組んでいければお客さん入りますし、まあその興行としても失敗はしないと思うんで、もちろんね、いろんな団体のその構想とかね、裏事情とかもあると思うんですけど、まあやっぱオールトゲザーやるんであれば、そういうカードが今後どんどん組めるようなね、形にしていくのがいいんじゃないかなっていうふうには個人的にはね、思います。というわけで今回のお話は以上になります。はい、オールトゲザーは一体なぜ失敗したのかについての話をね、お話ししてきました。また次回の動画で会いましょう。以上。